座敷道にできることは、電撃文庫より観光されている七飯広高による、ライトノベル作品。イラストは、池田洋介。貧乏な高校一年生、森谷勝樹が、寮の自室のドアを開けると、そこにはセーラー服の少女がいた。彼女、座敷道のミリンが巻き起こす騒動により、勝樹の高校生活はめちゃくちゃになってしまう。さらには、座敷道の敵。 わらしもどきまでもが襲いかかってきて。ミリンは当時正月の客人のことをこう呼んでおり、本名を覚えていないため作中ではサ月の客人は、この故障を当てられることが多い。イザナギのヤーマテラスの使っていたものの副写であり、最強の後人儀とされていた。ちなみに、これを破壊した当初のサ月は、生まれて一年でまだ子供だった。神議の間の直径ではあるものの、 ハヤシュうとリュウジロ、リュウクロは、この件には、絡んでおらず、後から、この事実を知った。またこの時さやきが、不覚を取ったのは、彼女に切り木を読む力がなく、背後からの、突然の奇襲に対応する術がなかったからである。AB 本来は、リュウクロが、黒スーツ、リュウジロが、白スーツだが、本編に登場した時は、周りをからかう目的で服を、入れ替えていた。 武器としては、竜黒の、洋月よりやや優れており、こと大主の、こと玉も切ることができる。人間と座敷道やわし式もどきの間の、縁を、視覚的に認識する力。かつきは、縁が、客人や閲覧者の周りを漂う光る球体として、見える。これによって一目見ただけである人間が客人もしくは、閲覧者であることがわかるようになる。縁を立つ力を持つ。 高人技で、見た目は、少し大きめのナイフ程度の尺銅色の剣。これで客人か閲覧者、または、座敷銅か、し式もどきを傷つけると、縁を強制的に断ち切ることができる。ちなみに、柄の部分にはめ込まれた、タルタマという白い方種は、客人が剣に触れているときは青色、閲覧者だと赤色に変化するという性質を持っており、 識別手段としても使用できる。周りは体よく、かつきという危険人物を押し付けているつもりなのだが、みゆみはかつきが危険人物でないことは知っているため、学校では他にほとんど会話できる。知り合いのいないかつきとは、客人という事情を共有した仲間となる。本人は三人目である自分に四の字を当てたのは、 常日頃からの母親の気候の一つであると思っている。ちなみに三由美は彼によって、自らの教会群である、豊橋学園に入ることができない状態にされた。勝木のことは、二人の妹を治療するための実験台であると思っている。すでに直接勝木にそう言っており、勝木本人もそのことは知っている。ただしその後も、衛生生徒会長を名乗って、 学園を支配し続けている。ただし勝木は座敷道や藁敷もどきのことを知っていることと本人がそれを信じているならば事実かどうかはともかく本人にとってそれは真実と思っていることから否定しなかっただけで地底人や未来人については信じていない。ありがとうございます。